私が支社長ですか？今まで政務全管理所長としていろいろとやってきただろ。だから今度は支社長としてこのエリア全体を引っ張ってほしいんだ。なるほど、でしたらやります。ところで、支社長はどこに移動するんですか？あ、俺、支社全体の経営不振の責任を負って辞任するよ。え？不採算路線の経営改善頑張ってね。せ。はい。皆さんこんにちは。はじめまして。本日よりニコニコ鉄道仙台支社長を任されました東北キリトンです。本日より仙台を中心とした多賀地方の開発を気ままにやっていきます。早速現在の路線を見てみますか。さて、仙台駅に来ました。この地域のメイン幹線多賀本線の駅はこのクソでかい駅ですね。いや、普段は仙雲線だけで事足りるので来たことがありませんでした。で、あそこに止まってるのはもしかして SL？ というか、朝なのに1編成しかホームにいない？どういうことでしょうか。広報から資料をもらってきたので説明しますね。この多賀本線は南の隣町から北の隣町まで仙台と野関を経由して結ぶ幹線です。全線が単線非連下で14両まで対応しています。それでは各駅紹介といきましょう。まずは仙台駅、多賀地方の中心で3面7線のホームを構える巨大駅です。近くには仙台車両センターがあり、本線の車両はここに在籍しています。続いては北仙台駅、2面2線の一般駅です。周囲には田畑と住宅街が広がっています。山を越えて奥鹿島駅です。村に3面2線ですが役に渡ってないようです。広大な森を抜けると甲子田駅、小田と書いて甲子田と読みます。近くには高速道路のインターチェンジもあり比較的栄えていますが、急行列車は通過するようです。新山駅は目の前に巨大な山があることから名付けられ、土地が少ないことからあまり発展していません。野関駅は3面6線のホームと大きな操車場を持つ北の拠点駅です。駅前はかなり発展しており需要も大きいです。運行ダイヤです。メインとなる仙台から野関間は旅客列車が1日5往復、貨物が1往復走っています。貨物列車には T51 型 SL 機関車14両編成が、旅客列車には C57 と12系客車6両編成が使用されています。そんな時代からいろいろと取り残された多賀本線はほっといて、続いては仙雲線の紹介です。仙台から馬木を結ぶ仙雲線は電線が直流電化で敷設されており、 E233 系4両編成を使用しています。それでは各駅紹介といきましょう。仙雲線の仙台駅は地下の1面1線の駅を使用しています。何でもこの地下駅は日本初のもので、改修を重ねながら現在でも使用しています。つつじが丘駅の駅前にはオフィスビルが乱立しており、全ての列車が停車する重要な駅となってます。仙台支社のメインオフィスもここつつじが丘駅前にあります。宮の通り駅前には野球場があり、この地域のプロ野球チームがよく試合をしています。陸前原町駅は氷上駅で、駅前はなんかいろいろとごちゃごちゃしてます。天地区駅は2面2線の高架駅で、駅周辺はマンションが乱立しています。また一部の列車が当駅始発終着です。福羽田駅の裏には天地区車両センターがあり、仙雲線の車両はここで検査等を受けています。また仙雲線の運営を担っている仙雲線管理所も当駅の駅前にあります。2面2線の上馬駅周辺はまだまだ空き地が広がるものの、近くに工学部のキャンパスがあり、オタクが都会へ出かける姿が見れるそうです。塩工事町駅周辺には工場が多く立地しています。また当駅から単線になり、多くの列車がここで折り返します。陸前松本と来て大松島駅周辺にはホテルなどが多く立地しており、一大観光地としてにぎわいを見せています。野蒜周辺は一般的な漁村として栄えています。八木駅前には総合運動場が位置しており、終点の馬木駅は馬木地区の中心としてやや栄えています。ダイヤはこんな感じ。
1時間20分サイクルで運転されており、特に仙台近郊は20分間隔運転を実現しています。その他ラッシュ時を中心に各駅停車や快速が増発されており、最短10分間隔で運転しています。以上、2路線の紹介でした。とりあえず多賀本線を根本的に何とかしないといけませんね。西武線はまあ何とかなるか。以上、本編はここまで。あとは全面展望とおまけコーナーです。バイバーイ。まもなく一番線に下り列車が入ります。危ないですから黄色い線まで下がってお待ちください。ご乗車ありがとうございました。終点の仙台、仙台です。車内にお忘れ物落とし物の内容をご注意ください。お待たせいたしました。まもなく発車いたします。今日もニコ鉄をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は西武線各駅停車の馬木行きワンマーカーです。次はつつじが丘、つつじが丘、お出口は左側です。この電車には優先席がございます。優先席を必要とされるお客様がいらっしゃいましたら席をお譲りください。皆様のご協力をお願いいたします。次は宮野通り、宮野通り、お出口は左側です。車内は禁煙です。また携帯電話のマナーモードに設定の上、通話はお控えください。ご協力をお願いします。次は陸前原町、陸前原町、お出口は左側です。この電車は前から4号車、3号車の順に一番後ろが1号車です。トイレは4号車にございます。また3号車は着冷房車となっておりますので、ぜひご利用ください。次は天地区、天地区、お出口は左側です。この電車の運転士は乗車券の発売および生産を行いません。切符は駅係員にお見せいただくか、駅の自動改札機もしくは駅の回収箱にお入れください。次は福羽田、福羽田、お出口は左側です。次は上馬、上馬、お出口は左側です。次は塩小路町、塩小路町、お出口は右側です。対向列車待ち合わせのため少々停車いたします。発車までしばらくお待ちください。お待たせいたしました。まもなく発車いたします。この先揺れることがありますのでご注意ください。お立ちのお客様はつり革や手すりにおつかまりください。次は陸前松本、陸前松本です。まもなく陸前松本、陸前松本、お出口は右側です。次は大松、
津島です。まもなく大松島、大松島、お出口は左側です。次は、のびるです。国土交通省から新型コロナウイルス感染症対策に関するお願いです。新型コロナウイルス感染症対策の観点から、車内、ホーム上を含めた駅構内では、マスクを着用していただき、会話は控えめにしていただくようご協力をお願いいたします。また、車内の混雑緩和のため、テレワークやオフピーク通勤等へのご協力をお願いいたします。まもなく、伸びる、お出口は、左側です。次は、八木です。まもなく、八木、お出口は、左側です。次は、終点、うまき、お出口は、右側です。どなた様も、お忘れ物、落とし物のないよう、ご注意ください。本日も、ニコ鉄をご利用くださいまして、ありがとうございました。元ネタ解説コーナー。このコーナーでは、本編の元ネタの解説や、裏設定のあれこれを話していきます。今回の元ネタ解説は西武線です。元にしているのは、宮城県の仙台から石巻を結んでいる仙石線です。仙石線のあらゆるところを元にしているので、一つずつ解説していきますね。まずは駅名。伸びるはそのままですが、それ以外の駅もこんな感じです。雑ですね。ダイヤについては、仙石線の前身、宮城電気鉄道時代から高頻度パターンダイヤを実現していたこともあり、それをある程度リスペクトしています。車両は今後改造した上で仙石線に転属してくると言われている E233 系京浜東北線としました。本編の最後の方に出てきた4色編成も205系3100番台の一部編成を元にしています。 BGM の尺がなくなるので今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。